さあ、ということで、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回ですね、ポケットモンスター、スカーレット、バイオレット、ゼロの秘宝の番外編ということでやっていきます。1月11日の23時から、来るということで、まぁ、ちょっと23時超えた時点なんですけども、やっていきたいと思います。なんかね、ツイッターの方でちょっと見てみると、なんと、受け取るポケポータル、現在ポケポータルできません。なんで？これどうやってやればいいんだよ。なんか、ああ、なるほど。学園の中でさ、ポケポータルってさ、開けないんだ。なんかね、インターネット、要は不思議な贈り物で、インターネットで受け取る。こっからなんかね、番外編が、あ、これだ。幻モモンってなんだこれ。モモンの実ってことか。幻モモン。これは、あれか。金属音だね。幻モモンプレゼント受け取ろう。一体何その幻モモンって気になるアイテムだ。いや、幻モモン受け取ったけどよ。ああ、これで進行すんの？はあ、ちょっと待って、何幻モモンって。じゃ、大切なものだよね。あ、これだ。職人が大事に育てたモモンの木から数年に一つだけ生えると言われる最上級のモモンの実。艶が違う。ああ。これをどうするんだ？さあ、ということで、ですね。北上の里に、来ましたよと。で、さっき受け取ったアイテムがあった状態、この幻モモンがあった状態で、この商店ね、ここの商店のこれを調べるらしいわ。いろんな雑貨に紛れて、埃が被った置物がある。とてつもなく甘い匂いがする。これだ。あ！置物がかすかに動いたように見えた。うわ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 。なるほど、桃か。この中にいるのかな？知らない奴がよ。あ！これであれだ、番外編が始まるんだ。ノッツォ、よう、ペパーだぜ。うーわ、懐かしい。一年ぶりかよ。聞いたぞ。お前、林間学校や交換留学で、大冒険だったんだろう。それほどでも、すごかった。へえ、いいな。俺も一緒に行きたかったぜ。つうか、ノッツォって転入してきて、いきなり、いろんなこと起きすぎだよな。最近、忙しそうだったけど、だいぶ落ち着いたのか。もし時間があったらさ、ああ、よかったらでいいんだけど、お前んち遊びに行ってもいいか？おいでよ、動物の森。マジか、やった、そこ。おいでちゃん、嬉しいぜ。じゃあ、決まりな。ノッツの家、小さじタウンだったよな。家の前まで行くからよ、後で、お茶をぜ。ほう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 。これで一回家に戻らないといけないのか。あれ？なくなってら。キビキビパニック。あ、スプラトゥーン始まっちゃった。番外編来た。いや、おばあちゃん、おい。おばあちゃん、ここにあったやつ、知らねえか。ダメだ、おばあちゃん、ペパーに会いに行こう。ああ、ちょっと待って。これ、ちょ、何してんねん。これ、みんなで行くんだからさ、あれにしようよ。制服にしようよ。来た、ブルーベリー学園の。バックは許してくれ。バックは許して。バックまで変えるのはちょっとめんどくせえわ。小さじタウン、あ、ここだ。小さじタウンの家の前でペパーと、あ、行くぞ。じゃ、目的地に設定しなくていいんだって。なん、ちょっと飛びてえのになんでファストトライブできないんですけど。いや、行こう。おお、みんな集まったら。うわぁ。大穴を冒険したというかね。ここから始まったところあるよね。パルデアのね、三種のストーリーの関係者。ノッツォだ、おーい。まあ、ボタンはチラッとね、スターダンのイベント出てきたけど、
ネモとペパーは全然出てきてなかったからな。えへへ、来ちゃった。うーす。みんないる。ノッゾー、すまん。遊びに行く電話してたのをこいつらに聞かれちまって。いや、ペパーだけオタク訪問とかありえんし。みんな一緒の方が楽しいよ。つってもあんま大勢で押しかけても迷惑だろ。大丈夫。ノッゾーがいいならいいけどよ。いいかお前ら。くれぐれもノッゾーのご家族に迷惑かけんなよ。はーい。誰目線かわからんけどいいよ。お母さんじゃん。いきなりお邪魔したのにごちそういただいちゃったね。ノッツォの母ちゃんめっちゃ料理上手な。ねえねえねえ、思った。美人すぎてビビったし。私のことを覚えててくれて嬉しかった。部屋もすっげえよな。寮より開放感ありすぎだ。なんかちょっと可愛すぎる気もするけど。あははは。それ言ってんじゃねえの、その、星ガリスのそのクッションみたいな。あ、ニンテンドースイッチソフト気になる。ちょっと待って、この世界にもちゃんとニンテンドースイッチっていう感じで、認識されてんの、これ。星ガリスクッションいいね。もっふもふ。みんなもうお腹いっぱい？おやつでもどうかと思って。おやつ！いえいえいえ、滅相もない。お構いなくって。うふふ、そんなにかしこまらなくていいのよ。自分の家だと思ってくつろいでね。はい。そうだのぞ、封筒が届いてるわよ。差出人は、すぐりって人を知ってる。ええー。すぐりくんからくんのなんか激アツだね。あの後の話だもんね。後編の終わり。青の円盤の終わりだもんな。いっぱいお友達がいるのね。はい、これ。おやつ持ってくるから楽しみにしててね。お手伝いします。まあ、言ってもネモはご近所みたいなとこあるからな。おやつ気になる。ノッツォの母ちゃん、いいな。いいな。そういや、封筒、中は見なくていいのか。ノッツォへ元気にしていますか？俺は学園をお休みして、水力ダウンに戻っています。一緒に姉ちゃんも帰省しています。これ、あれかな？出会うのかな？メンツ。いいね。大空洞からあまり会えてないから、もう一度ノッツォに会いたいです。よかったらパルデアのお友達も一緒に一度、北上の里に来ませんか？チケットを何枚か入れておきます。姉ちゃんも楽しみに待っています。そいつ誰だよ？友達なのか？友達。ふぅ、まあいいけど。ノッツォ、ペッパー、おやつ。思ってたよりすごいの。運ぶの大変だから下で食べようよ。ネモの声、でかすぎんだろ。仕方ねえ、言ってやるが。でかすぎんだろ。なんだったんだろう、おやつ。ああ、お腹いっぱい、もう入らん。ごちそうさまでしただろう。洗い物を手伝います。ネモちゃんありがとう。でも大丈夫よ。ゆっくりしてて。ありがとうございます。さすがネモは思いやりがあるな。それに比べて。どうしたん？ノッツォ、さっきの手紙だけどよ。北上の里だっけか。すぐりってのに会いにまた行っちまうのかよ。はは、みんなで行こう。ん？ノッツォどっか行くん？ああ、いや。なになに、何の話？そんなの一緒に行くしかないって。強豪校のチャンピオン、すぐり君にも会いたいな。やりたいでしょ。バレた？なんか悪いな、無理やり誘わせたみたいで。なんかいいね。パルデアの方がやっぱ冒険の時間は長かったけどさ、やっぱもう1年前だからよ。お友達も一緒に行ってチケットくれたんでしょ？
うちらのことでは。ねえ。友達と旅行なんてうち初めて。なんか、時ついてきた。そういや、俺もそうかも。そっかそっか、すっごく楽しみだね。旅行すること、お手伝いさんに一応言っとこうかな。みんなも準備とかありそうだし、一旦解散してまた集合しようよ。おう、それじゃあ、テーブルシティ南門の前で。オッケー、じゃあまた後で。うっす。お邪魔しました。あら、ネモちゃんたち、もう帰っちゃったんだ。お友達みんないい子でママまで嬉しくなっちゃった。今度はみんなで冒険に出かけるのね。あ、これは、あのなんか、ツイッターかなんか、見たな。喧嘩せず仲良くいってらっしゃい。ははむちゃあり。行ってくるわ、むちゃあり。で、お母さん多分もう話しかけても回復役だよね。よく学び、よく遊び、学校生活エンジョイしてね。あ、そんなことなかったわ。ということで行きましょう。家庭菜園用の勝手口じゃ外にある玄関が出よう。もう、全然もうあれだ。お、みんないるね。来たよ。おー、ウィー、こっちだ、こっち。ノッツォはお菓子、何持ってきた？お菓子。向こうにポテチとか売ってるけどな。だから、友達とだって、もう大丈夫だし、心配とかいらんから。いや、だはははじゃなくて、過保護、うざい。はぁ、どーっと疲れた。ボタパパの許可取れたのか。ボタパパって。でも、親父成分取りすぎたん。取りすぎて、いいやつだぜ、それ。ああ、うん。ああ、そうかもね。ってことは、これ多分、スカーレットの場合はママの方になんのかな。さて、許可も取れたし、みんな集まったし、忘れ物はないかね。そしたら出発するよ。おう！オッケー。お、お、お、来た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 。わー、ここが水力タウン。公民館。なんか、パルデアと匂いが違うね。ははは、頭フラフラ。やっと村着いたん。ボタンは、バスの中でスマホ見すぎだ。だって電波不安だったし。あはは、ジージー来た。どうもどうも、あんたさんたち。こんにちは。はい、こんにちは。私は管理人さんです。皆さんのことはすぐにから聞いてますよ。100万円渡したからね、この人に。だってか、あれか、トモッコの像を、復旧のためにね、100万円渡すっていう。ノッツォさん以外は初めての北上旅行ですかな？はい、そんな感じっす。そうですか、そうですか。寝泊まりはこの建物の部屋使ってくれていいですからね。布団も干しておいたんで。おー、至れり尽くせり。はっはっはは。それではごゆるりと過ごしてってくださいね。ありがとうございます。そういや、スグリってやつ、連絡ないのか。スマホお持ちでない？そんな人間おるん？ストイックだね。お家にいるのかな。こっちから出向いてみる。すぐそこだからね。すぐに会いに行こう。というかさ、そこの着物が消えてなくなったってどういうことなんだ。てか持ち物のあれはちゃんとあるんだろうか。あ、なくなってるね、これね。パクられたんだけどよ。パクられちゃった。すぐり君お家にいるのかな？早く、いや、会いたいね。隠せてねえよ。やっぱここ電波弱い。スマホと精神が不安定になる。お前の立ちにふさわしいのが誰かはっきりしとかねえとな。そんな争いしないで。
僕のために争いをしないで。あ、せっかくだ、歩いていこうや。どんな感じになってる？すぐに会いに家まで行こう。あ、髪型はそのまんまなんだね。目の感じやか、あ、いるじゃん。お邪魔しまーす。ノッツ、お久しぶり。来てくれたんだ。ちょっと俺の家バタバタしてて、ごめん、迎えに行けなくて。気にすんな。にへへ、うん。あれ、そういや、一人で来たんだが。邪魔するぜ。どうも、はじめまして、私、ネモ。ノッツォから聞いてるよ。ポケモン勝負強いんだね。いや、そんなことは。ぐいぐい行きすぎ。うちはボタン、仲良くはゆっくりめでよろしく。俺はペーパーだ。ノッツォの一番のダチな。すぐマウント、とんなし。俺はすぐに、ノッツォとは林間学校で会って、友達になったんだ。あと、俺はブルーベリー学園に通ってて、ああ、今は休学中だけど。そうなん、気持ちめっちゃわかる。ああ、ボタン裏切り者。仲良くはゆっくりじゃなかったのかよ。いや、同じ匂い感じたんで。ノッツォは友達も個性的だな。ノッツォの大切な人は俺にとっても大切だ。しばらくの間、北上で楽しく過ごしてほしいべ。ありがとう、それじゃあ勝負しよう。公民館の前、やれそうだった。レッツゴー。もしかして俺、ついてこいって言われてる？マジでね、もう。変わんねえな。姉ちゃんとは違う意味で強引だべ。もしかして、すぐりっていいやつ？そりゃそうでしょ、ノッツの友達だもん。そっか。まあ、いろいろあったんだけどよ。どうすんだろう、これ。あ、公民館の前行ってみよう。俺、感じ悪かったかも。ちょっと反省だな。人見知りは人見知りを見抜く能力あるんよね。まあ、意外に仲良くなれそうな。まあ、言うてもあれから一月、まあ、経ってはないけど、まあ、3週間ぐらい経ってっからね。あ、なんか戦ってるような感じすんね。どうすればいいのこれ。誰に話すの？公民館の前まで行ってみよう。すぐり君強いね。次はどの子で戦おうかな。俺、ボロ負けだべ。レモさんって何者だ？パルデア地方のチャンピオンだったら強さも納得だ。すぐり君強い、楽しい、さすが強豪校のチャンピオンだ。いや、もう違うし、勝ててないし。勝っても負けてもポケモン勝負って楽しいよね。んだな。ネモってそういうやつなんだ。大丈夫、ドン引きしとく？ちょっと。いや、楽しいよ。わや、楽しい。ほら。ゼイユ。なんか目がおかしくねえか。うわ、誰だ？あれ、なんか。姉ちゃん大丈夫なの？キビ団子、すぐりくんのお姉ちゃん勝負、マジ痛いのかな？いや、どう見ても違うでしょ。ごめんみんな、姉ちゃん運ぶの手伝って。運ぶのか？あ、わかった。なんか謎の踊りを、なんか乗っ取られてる感じすんな。何があった？お姉ちゃんについてあげなくて平気？
昼はじいちゃんとばあちゃんが見てくれてて、さっきは目を離した隙に、みんな手伝ってもらってごめんな。あ、いや、こんなのお安いご用だけどよ。お姉ちゃんめっちゃ荒ぶってたけど。いつもはあんなんじゃないんだ。お、そうなんだ。ノッツォたちと会えるのは楽しみで気分が上がってるだけだと思うんだ。それは、そうなのか。キビキビって言ってたもんな。うん、だからきっとキビキビって叫びながら変な踊り踊ってるだけで。ほんまに何があったんだ。キビキビ、キビキビ言ってたな。ノッツォに手紙送ってからすぐかな。次の朝起きたらああなってて原因はわかんねえ。やっぱり変だよな。村の人が言うには呪いなのかも。の、呪い？突然のオカルト感ゾゾゾゾゾ。呪いってわからないけど、そういった言い伝えとか、伝承があったり？オーガポンもトモックもノッツォがみんな捕まえたりやっつけたからな。ノッツォ北上でもやりたい放題ちゃんだな。姉ちゃんは自由すぎてわがままで口も悪いけど、早くいつもの姉ちゃんに戻ってほしい。そうだよね。何か手伝いことあったら俺たち協力するぜ。え？任せて。オカルトは信じてないけど。だね。呪いと戦うなら私も力になるよ。みんな、いいの？友達でしょ？ノッツォ、みんなありがとう。今日は、ヒーサーくれてきた。明日からいろいろ手伝ってほしい。今夜は公民館でみんなの歓迎会開かせて。おうよ、オッケー、はーい。いいね。青春してんね。こういうのでいいんだよ。公民館に入ろう。友達みんないい人だな。わや、羨ましいべ。ポケモンが出せるならどんな相手もやっつけちゃう。ダチのダチが困ってんなら一肌脱いでやるか。呪いとかオカルトっぽいの、非科学的でありえん、怖くないよ。本当かよ。科学を信じすぎてる方がなんかオカルトチックなものにビビりがちなんだよな。そうは言ってもな。でも何だったんだろうな。目の感じもおかしかったし、なんか動きも、何なんだあれは。ジュース買ってきたよ。やり、糖分、炭酸。ボボザワ商店分かった。すぐ分かったよ。近かったしね。お店の人いなかったからお金だけ置いてきたけどよかったから。桃沢のばあちゃんたまにいなくてさ、みんなそうしてっから平気。おお、パルデアだと考えられねえ。あれ、でもなんか食べてきたん？ご自由にどうぞってお餅が一つだけ置いてあって。すぐにテレビってチャンネル変えられんのか？ずっと村の紹介ムービー流れてるけど。確かに。管理人さんがリモコン隠しててこれしか見れねえんだ。最悪じゃん。だったらリモコン探してみんなで映画とか見ようぜ。さすがに公民館の中どっかにはあるだろう。と、そんなこと考えたこともなかった。探そう探そう、大画面でゲームに一票。宝探しみたいで楽しそう。手分けして探してみよう。へへ、ノッツォもやる気だぜ。じゃじゃあ、見つけた人が。チャンネル券、いただきだ、いただきだ。あ、すぐに駆け抜けずるいぞ。お餅食べたってのは怪しいね。なんでテレビのリモコン探さないといけないんだよ。管理人さん奥の部屋にはあんまり行かねえんだよな。受付の引き出しは全滅。もっと意外なとこあったりしてな。あれ、ネモがおかしいぞ。
トレイの中はさすがにないか。おいおいおい、きび団子餅ってさ、やばいんじゃない？レモンもちょっと、あれしちゃったか。もこん。いや、奥の部屋に行けねえんだよな。え？タブレット。もうあらかた、調べるしかないよな。ああ、なんか、ああ、おや、プランターの中に何かが入っている。なんちゅうとこに隠してんだ。げえ、お前がチャンネル権いただきかよ。土まみれ、泥まみれか。わや、さすがノッツォだな。ノッツォもゲームやりたいよね、ね。あれ、そういや、ネモはトイレか？いや、入っとらんよ。うち、そこら辺見てたから。奥にも来てねえべ。もしかして、どっかに隠れて俺たちが驚かそうってか？ネモのスマホ電話しても出んねえ。え、電話してんのかよ。電話してんのに着信音聞こえねえのおかしくねえ？あ、確かに。そういうもんなんだ。うんだば、ネモさんは。さっきの流れで公民館の外までリモコン探し行く？でも、そうとしか考えられねえよな。頂点に会話性でもあったのかな？もし村から外れたら、夜は土地勘ないと危ねえ。俺とノッツォでちょっとさ、外さ探してみる。ペッパー君とボタンさんは公民館残っててもらえっと。でもよ、入れ違いになっちまっかも。だからネモさん帰ってきたら、ノッツォに電話してほしいんだ。確かにな、わかった、気をつけていけよ。待機任せろ。ノッツォ行くべ。なるほどね。桃ね、きび団子ね、仲間を増やしていくね。そういうことなのか。誰かいる。よく見えねえけど、多分リンゴさ、作ってるご近所さんだ。ネモさんのこと見てねえか聞いてみっべ。あの人たちにネモさんのこと見てねえか聞いてみんべ。ご近所さんと話そう。本当にばあちゃんいねえな。あれ、なんか、目が。もしもし？おじいさん、なんか変だな。きび。怖っ。きび。わぎゃー、なんだ。きび。トラウマだろ、これ。急に。アリアドス。ポケモンバトルするとは思ってなかったぞ。キビ。いや、意味がわからん。そして俺のやつ、まあでも倒せるやろな。叩き落とす。オッケー。そっち、エンニュート任した方がよかったか、アリアトスに。じゃあニョロボンに。だよね。ナイス。あ、虫食い、やべえ。あ、急所かよ。いきなりワイヤじゃなんで襲ってくんだ。ウツボット。まあ、向こうはあれだ、大丈夫だから。これ一旦トンボ返り、間違えた、トンボ返りしようと思ったのに。何をしてんのこれ。アリアドスは消滅するよね。キビキビ。
しびれ子なとか言うのちょっとぬるいことしてきてよかったな。クロさん倒れないで済むのは夜のずく。でもここのポケモンたちばっかだね。いやこれちょっとトンボ帰りで買いたいな。飛行か。ラムパルド行けるか。お前の力を見せてくれ。青の円盤ではあんまり出さなかったからね。特にこの子は何もやってないですね。危ねえ。急所は痛いべ。キビキビ。おじさんマジ何なんだ。ナイス。まあ、つんよ。今一つじゃなかった。違うか。あ、ノーマル入ってるからあれか。普通か。等倍か。悪いけど勝負でおとなしくさせるしかねえべ。お、目があの時の目に戻ってんね。思念の続き90か。まあ、原始の力倒せるよな。オッケー。ちょっと携帯いじってないでさ、お姉さん助けてよって感じだよね。見て見ぬふりしてる感じ？キービー。なんなんだこいつらは。キービービービー。はあ、はあ、びっくらこいた。あの人たちどうしたんだ？昨日まで普通だったのに。なんだこれ、何が起きてんだ。そうだよね、キビキビ言ってんだからよ。本当だ、これって姉ちゃんとそっくり。この人たちも呪いと関係あんのかも。こんな時にネモさんが行方不明なんて。どこに行こうとしてんだこれ。あれ、ネモさんだったよな。なんで北上センターの方に追いかけんべ。北上センターの方に行ったのか。あ、回復してるわ前回。キビ。ちょっと待って。踊ってます。至るところ踊ってんだけどよ。大丈夫これ。話しかけたバトルなるこれ。あ、そんなことないか。キビ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 。みんな完成してんだよな。これなんで？わかんねえ。公民館入れる。ああ、いるいるいる。夜道気をつけろよ。でも大丈夫かな？なんでか呪いの話思い出してゾゾってきた。当たってるかもな、それ。これ、勝負仕掛けてくるってことはないよな。みんなキビキビ言ってんだよね。いやまあでもさ、オーガボンが悪い子ではなかったわけじゃんか。トモッコ三人があれだったんだったら、やっぱその元凶みたいなのがいるんだよな、多分な。桃太郎の、ね、逸話的な、逸話っていうかまあ、絵本とかのね、桃太郎って。いや、キビ団子で仲間にしていくみたいな。そんな感じじゃん。ちょ、待って、種棒邪魔っす。ごめん。相手にしてらんねえわ。ちなみにこの辺の種棒大爆発するから。侮れないんだよな。怖えことしてくん。何当たったん俺。あ、ロコンか。すまん。ウリム。チュリーネか。一瞬チコリータに見えた。よし。あれ、おじいさんとおばあさんだ。あ、なんか大丈夫そうだけど。おー、すぐりにノッツオさん。じいちゃん、ばあちゃん。なんでここに姉ちゃんは大丈夫？あと女の子見なかった。
どうしたんだ、そんなに慌てて。ゼイは踊り疲れたのか、部屋でぐっすり寝ておるよ。そっか、よかった。ゼイユが寝てる間に、あの子が好きな焼きそばを買いに来たんだ。食べたら元に戻るかもと思ってな。そっか、うん、きっと良くなるよ。ところで女の子を見なかった後は？ああ、そうだった。村がなんか変で。パルデアから来てる女の子もいなくなっちまって。おお、そういえばさっき学生服を着とることあったな。ばあさん、さっきのことを何を話しておったんだ？ばあさん？何これ？お餅、どうぞ。え、今は餅とかいいから。おじいさんも、餅、お餅食べ、てて。ばあちゃん？いきなりどうしたんだい？まったく、仕方のないの。いや、マジで怪しいをしとるな、お餅。爆。ほら、ばあさん食べたぞ。これでいいんだろう。ん？じいちゃんどうしたの？キビキビー。え？この音楽も何なんだよ、一体。怖いわ、はははは。音楽はあれだけどよ。キビ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 。おばあさんの冷えとおじいさんの雪の下。まさか、すぐりのじいちゃんばあちゃんと戦うことになるとはな。ええー。チャンデラはニョロボに任せて大丈夫そうだな。キビキビ。キビキビキビ。威嚇は言っていいけどよ。まあ、アーボックに畑でいっか。下がってるとはいえ、デベルでゴリ押し効くでしょう。あ、まあまあ、いいダメし。どうしてこんなことに、やるしかねえべ。シャンデリア狙ってくれると思ったんだけどな。まあいいや。あ、これ、ニョロボンが。ニョロボン！バタドガスにアーボクでも ロケット弾じゃんね。一人ロケット弾感動だ。ナイス。まあまあまあ。下がってっからね。キビ？何なんだろうね、あの餅。もう色もおかしかったし、あんな食べようとは。普通は思わねえよなと思うんだけど。じいちゃんばあちゃんまでどうぞ、どうしちまったの？楽しい旅行になるやると思ったんやけど、なんか面倒ごとに巻き込まれた感じすんな。お、カーミツオロチ出してくる。まあ、なんかポケモンみたいなのがいるんだろうけどね。そのポケモンが一体何なのかというところなんだよな。カミツオロチでシャンデラいけるかな。この体力だったら行ってくれるか。ああ、急所に当たった。ナイスー。ばあちゃんの2体目は一体何だ。オッケー。まあ、黒さんちょっとよくやってくれたわ。どうしよっかな。ラムパルトで行くか。ラムパルト活躍させたいよね。マタドガスは、あー、原子の力。これでマンムーいっちゃうか。
あ、いいね、ナイス。いっちゃいないかな。あ、いったわ、さすがに。150って書いてあったもんな。反動はえぐいけど。オッケー。気まぐれーザー。あ、初めて見たそれ。あれ？やってこなかったよね。オッケーオッケー。ヒゲと雪の下。おばあさんのが雪の下。キビキビ。なんか悪いな、なんかおじいちゃんおばあちゃんからお金取るの。でもあのポケモンのシステムでお金取らねえといけねえんだわ。うわあ、じいちゃんとばあちゃんまでおかしくなっちまった。きっと次俺だ。次は俺がおかしくなっちまうんだ。グス、弱くになってた。ごめんのツオ、ありがとうな。そういえばじいちゃん、おかしくなる前変な文字。お、電話。のツオ、そっちは無事か？そうか、よかった。声聞けて安心したぜ。全然連絡ねえから、外に出てみたんだけど、村中おかしくてよ。キビキビ言う奴らに襲われるし、お前らはいねえし心配してたんだ。今俺たちは商店の前にいるんだけど、なん、わわわ、なんかおるおるおる。ボタン、うわわ。どうしたんだ？げ、なんだ、やっべえ。ガタンガタタタタタ。え、なに？おいおーい。二人に何があったんだ？じいちゃんばあちゃん、ここで待っててな。ネモさんも気になるけど、今は桃沢商店に行くべ。え、マジ何なんだ、怖っ。ネモを走ってったのも気になるしな。それよりも商店か。飛べるんじゃの、これな。あの青の円盤クリア後に。解禁される能力。襲われたのか、キビキビ言うようになっちゃったのか。どっちなんだい？無事でいてくれい。どうだろう？顔は見えねえけど。二人とも、ノッツをすぐに。あれは電話切っちまってすまん。なんかあったかって思うなや、思うよな。ボタンがビビってスマホに続きしてきてよ。いやだって村の人変だし、なんか変なものいたし。変なのって、なんかいたんよ、変な丸っこい。どこにいんだよ、怖すぎて幻覚ちゃんか。いや、本当にいたし。はいはい。そういえば俺、村がおかしくなった原因、わかったかもしんねえ。とりあえずみんな変な文字に気ぃつけて。うお、うえぇ。屋根んとこなんかいる。お目見えか、これ。楽しみだな。見ろ。あそこだ。うわ、うちが見たやつ？ドローン？いや、ポケモンか？え、なに？おい、避けんの？そんな、逆系な。ああ。あ、これ餅か？愚かな甘みがいける。うん、それ多分ダメなやつ。うお、なんだ？うわ、わわ。大丈夫、二人とも。キビ。キビ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 。怖いな、それ。そして、お前は一体何なんだ？名前教えてみろ。勝負する、これ。キビキビ、キビキビ。ペパー！え、キビキビ。あれ、ペパーくん、なんかちょっと照れてない？いや、それよりごめんな、俺が注意できてれば。
でもあんな風に持ち出すと思わんや。変な餅あいつが出してたんだ。うわぁ、桃わーいって。なんなんだこれ、名前を教えてほしいね。ああ、あいつ二人を盾に一旦二人をおとなしくさせるしかねえべ。手持ち多いんじゃねえか。大丈夫かこれ。ちょお前一体何なんだよ。桃の助桃の助はそれワンピースか。キービキービアーブラッキー。これさ、66かな、どうだろう。欲張り最初に出してくるのはちょっとエモいな。キビキビキビ。なんでフードに、あ、そんなことはないか。じゃれつくラッキー。あー、つぶらな瞳は最悪だ。変幻自在。いやでもどう、倒せねえか。まあまあまあ、ニョロボンがやってくれるんじゃねえか。うおー、キービキービー。でも初めてじゃねえか、あ、キビ以外の言葉発してんの。キビちょっと意識があんのかもしんねえな。なんか抗ってる感じ。ああ、マフティフ来た。ニョロボンインファイト死ぬんじゃねえか、それ。あ、威嚇めんどくせえ。まあ大丈夫だろう。ブラッキー倒すか。んぎゃー。うんぎゃーっす。結構ノリノリ。あれ、キビキビしてねえな。あれ、こんな感じだっけ。ナイス。ニョロボンもよう耐えたな、でも。防御下がってんのに。キビ。あ、ニンフィア。ニンフィアかー。トンボマフティフ、倒せるかな。オッケー。ニンフィアノーマル、じゃあ、フェアリーか。フェアリーに打点ねえんだよな。 あるわ。廃翼がここで開拓するかもしんねえな、トレジャーハンターの。アイアンヘッドで合流押すか。カミツオロチ出してくれんのかな。まあでもすぐにと共闘ってのも熱いね。ポリゴン Z。 でーててろててててててて、こういうスピンで倒せるか。シャドーボーイ、シャドーボール、ツアー急所やるね。キビちゃん、あれ、意識が。あれも新種のポケモンなのか。まさか番外編の方で出てくるってのもな。キュッキャビー、ここは。怖
怖えな、その目で笑うの。容赦ねえな、おい。容赦なさすぎ。赤い光線は。久々の戦闘だったけどよ。なんとか勝ててよかった。あ、ポーザ一緒じゃん。ひ、ブイブイ。日々。おい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 、ちょっと逃げてくる。おいおいおい、待てや、こら。ペーパーくん、ボタンさん、ごめんな。次はお前だ。待ちんさい、こら。もう。待てー。お姉さん、お姉さん、あ、日付変わったわ。V キー、キビ、フィー。ボタンはなんかもう V とキー、意識あるでしょ。回復してくれてんのありがたいな。トモコゾー行くんかな。あ、そうだね。でもネモがさ、なんかおかしくなってさ、ネモと戦わずに終わるなんてことないだろうな。姉ちゃんもいるわけでしょ。だから姉ちゃん、ネモなのか、ネモだけと戦うのか。じゃあまあ、あいつ捕まえるとしたら何ボールがいいんだろう。確定で捕まえられるかな。そうならばあれだけど。なんかあれか。あれに至るか。ウルトラボール。こっちさ、来たはず。でも、トモックはいないぜ。だって俺が、情報追いかけてきた。怖え。頭ゴツンって叩いたら元に戻らんか。ネモさんよかった、無事で。キビキビー。そうだよね。キビキビ勝負。なんかちょっと意識残ってない。おもわーい。あ、でも可愛いな、こいつ。ネモさんを操られたら俺じゃ太刀打ちできねえ。キビキビキビ。ちょっとお前ら大人数乗せて重くなっちゃうんだって。まずい、村の人さ、みんな集まってきてる。背中任せたとかかっこいい選択肢あったわ。わかった、任せて。踏んだわ、村のみんなは俺が足止めする。そっちの方が大変そうだけど。え、ノッツォはネモさんとあいつさ、なんとかして。あいつを倒せばみんなも元に戻るから。でもネモとのバトルは6-6だろうな。こっち相手 してる方が大変だろうよ。大丈夫か。キビキビ。キビキビ。怖すぎるやろ。あ、そうだそうだ。こんな機会ねえからよ。自撮りを、ロトリ、あ、よし。みんなと撮影行こうや。あれ？ちょ、ボタン映んねえな。ちょっと位置悪いか。こうしようか。こうしてロトリボー。あ、ペッパーも映んなくな、こっち難しいな、おい。もうちょっと遠、こっからで、撮影会に。ネモもいるな。よし。どう？いや、難しいね、これ。ちょっと難しいな。こっちの方がまだいけるか。ちょっと少し見切れちゃうけど。
こうして、いや、こうか。よし。これで、よし。いくぞー。ま、話しかけられないの？無理か。キビキビ勝負。まあ、デモと久しぶりか？まあ、スクールウォーズっていう、なんかまあ、クリア後にね、まあ、金作だった。あれでネモと戦ったり、ポータンと戦ったり、ペパーと戦ったりできてた、キビキビミノレ。まさか、ミノレの言葉、ここのためにあったんじゃねえだろうな。てか、レベルが86とかいう、怖い感じになってますね。いや、アイテム持ってそう。大丈夫か？ルカルカン。いい。もらっちゃ。キビ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 。足す。痛いと当て。キビ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 。なんか意志が強いのが、なんか、あるんだね。あの個人差みたいな。毒。マジか。クロさんでいけねえかな。無理か。ウメルゴン。あ、じゃれつく。ナイス。もうクロさんでもこと足りいくかもしんない。アブリボン。あれ、アブリボンなんて持ってたっけ？新種だよな、だって。ここでしか、だって手に入んないんだから。まあ、トンボ狩りあるから。いや、じゃあトンボ狩りじゃ虫だな。ってことは、あれかな、学校の大会も変わってんのかな。怖う、後ろ。手持ちが。抜群じゃのうっていう。キビキビ、あはははは。まあ、じゃあ、いつか当ててくれたら問題ない。いや、まあ、別にこれだったら、畑落とすとかでも。いけたか。パーモット選手。電気って地面だけなんだよね。まあ、パワーでいくか。ラムパルト、行ってこい。かわいそうにな。この場合、あ、やべ、抜群。まあそういうこともあるよね。まあ、クロさん、あ、女優で行こうか。この女優は多分旅パーで旅した仲間だよね。蓄電、電気技効かなくなった。よし、ルーホース。持ってる持ち物変わってるの面白いね。ジャラランガもこのままで、あ、でも鋼か。うわぁ、炎でいけんのか、でも。キノガッサー、キノコの奉仕して、マッハパンチいけるんじゃない？あれ？でもなんか特性でなんか、あったな。効かないやつ。なんか何種類かあるんだよね、こいつら。こいつ。いや、効かねえかもしんないのか。一応試しにやってみよう。あ、効いたわ。なんかトレーナーに使うの初めてかも。いつも捕まえるときにしか使ってないからさ。あ、マッハパンチで。まあ半分、ああ、値段起きちゃった。あ、やべ、ドレインパンチじゃ鬱陶しいな。
いや、キノコの方針でいっか。またドレインパンチだとめんどくせえしな。ジャラランガ。北上までの手持ちになってるってことだよな。峰打ちしてあかんからな。1残してもしゃあねえから。最後1匹誰だろう。あ、そうか、ウェアニバルか。まあ、それはもうクロさんで行くしかねえよな。照らしたら切ってきそうだけど、多分水でしょう。関係ねえわ。さあ、ドリックフラワー。テラスタルしてくるよな。今までしてこなかったけど。激レアテラスタルちゃう、これ。もう乗っ取られてるの。あ、そうか、こいつ、え、格闘？あ、そうか、水格闘だからか。水かと思ってたけど、まあでも。どう、いけないかな。火力で押し切る。まだずっと勝負していたいけど、みたいな。キビ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 。キビ、ブヨ。今までいつも何言ってたっけ、この人。オッケーよ、耐えた。いや、素早さまくられた可能性あるな。まあでもいいや。あ、そんなことなかった。よし。ポケモンたちもかわいそうだよね。トレーナー操られて出されてるからさ。わかんない。でもネモ結構、他の人よりも自我あるから。キビキビどんどん。そして、お前だけだぞ。クキューン。もそのポケモン倒そう。ちょっと一旦セーブしよっか、これ。さあ、回復。させましょうか。まあまあ、ラムパルも必要ないかもしれないけど、まあでも、一応ね。くそ、マスターボールあればな。もう、前回使っちまったからよ。伝説捕まえんのによ。こいつを倒すんだろ。捕まえれんのかな。キビ、勝負。トモコは助けに来てくれないしな。も謎のポケモンに勝負を挑みますか。はい。ももろわろう。ももわろう。名前は？ももわーい。かわいい。かわいい。タイプがわかんねえ。まあ、トリックフラワーでいいんじゃねえの。もう、技でご利用し。毒タイプっぽく見えるけど、まあ、悪は入ってんだろ、絶対に。いやー、これ見ると毒っぽいな。いや、わかんねえけどね。聞いてるってことは、倒せんだ、あれ、けっぱれ。あ、すぐに行く。そうやって。タイプがわかんねえところ見ると、じゃれつくもあれか、意味ねえか。じゃあ、トンバ帰り一旦帰るか。毒入ってそうだけど、毒に弱点つけるやついねえんだよな。いや、オーガポン毒だったら死んじゃいそうだしな。毒なら廃浴できねえ。毒技やってきたら俺、全く聞かずに終わるよ。邪毒の鎖？やっぱ毒なんだ。まあ、ホイールスピンで行こうか。毒ゴーストかな。いやー、頑張ったな。ナイス。
廃翼。いや、これ悪タイプ弱点かな。ゴースト入ってたらそうだよね。いや、廃翼には悪いことしたけど。てか、桃マロウって名前だ。なるほど。これでこの伝説みたいな、トモッコにこのモモワロウにオガポン、この5匹ってことね。悪タイプになった。あ、効果抜群だ。この鎖だってもうあれじゃん、あいつさ使ってくるじゃん。毒クグズ、えっ何それ、毒になってるやつ混乱も引き起こすみたいな。うぅ、もう持ちこたえられねえ、ノッツを早く。そうだよな、ちょ、自傷ダメージやめてな。もう行っちゃってください。ナイス。よう動いた。残ったところでお前その体力で何ができんねんな。じゃあ沈めてやるか。オーカポン。やったれ。ここでオーカポン出すとなんかあるかな。おお、ガオーボー。おおおおお、特別演出じゃねこれ。怒りのツタコン。捕まえられる？あいつ動きが鈍くなった。今だ、ボールに閉じ込めて。いや、後ろの背でめっちゃ重い。何がいい？お前何に入りてんだ、ウルトラボール。全然合ってねえけど。これで確定で捕まるんだったら。オッケー！桃ワロウルトラボールに入れたわ。支配ポケモンだって。桃型の殻は猛毒の貯蔵庫、毒の餅を作り、人やポケモンに振る舞う。可愛い見た目してんのに。桃88かよ。桃ワロウの技によって毒状態になったポケモンは混乱状態にもなってしまう。最強か？で、これ、技見れないのか？臆病。で、あの技が確定の毒だったら、確実に混乱にもなるってことや。あ、パルデアの方に行くんだ。あれ ?243 でなってなかった。テラパゴス241だったよな。やったーのか。みんなは？あ、なんか大丈夫そう。なあ、よかった。あれ、みんなどうしただ？私なんでトモコプラザに？みんな元に戻ってる。ノッツォすぐに。頂点らへんから記憶ねえけど、あの後どうなった？実はカクカクしかじかで。モモワロス。マジかよ。あのキビキビなやつ、ポケモンのせいだったのか。ほーら見たことか、呪いとかありえんし。丸っこいのが黒幕だったんでしょ？うちが言った通り。言ってたか？んで、そういうのはやっぱりノッツが捕まえちまうんだよな。あはは、んだな。そういや、ネモは。ネモ？キビキビ勝負。うんぎゃ、まだ呪われてる？
あれ、みんなどうしたの？リモコン見つかった？そこからかよ。なんだ、寝ぼけてただけか。ん？おはよう。そういえば夢の中でノッツォと勝負しちゃった。あはは、なんかすっごく楽しかった。ね、ネモさんってなんか、これこそザ・ネモなのです。すぐ、ノッツォ。姉ちゃん、じいちゃん、ばあちゃん。何の集まり？これ、あんた説明しなさい。どう、というより、あれ、変ね、なんか。久しぶりに顔見た気がするわ。まあ、いろいろありましてね。かくかくしかしか。数日後。パールで、早くね。図鑑ちょっと見ていい？ほら、ああ、でも243か。これでいいんだ。あ、ほら、ともっこ従えてるわ。こいつらが、こう、なんか、オーガポにああしろ、こうしろ、みたいな。言って、どーどかわいいね。モモワロス。今日の夜にはパルデアに戻ってんのか。大変な目にあったけど、すっげえ楽しかったよな。キビキビのせいで腕と足が、激筋肉痛なんよ。準備はバッチリ、忘れ物はないかな。早かったな。あんたたち、もっといればいいのに、本当に帰っちゃうの？また来るよ。うん、絶対だかんね。ノッツォ、ペパー、ボタン、ネモ、4人とも、来てくれてありがとな。こちらこそ案内ありがとな。飯も うますぎちゃんだったぜ。お祭り超楽しかった。VV お面も買えたし。にへー、呼んで喜んでくれて嬉しいぜ。なんかさ、楽しい時間ってあっという間だね。すぐいとも、ゼイユとももっと勝負できたらよかったな。あたしもすぐもうあんたに10回以上付き合わされたわよ。ネモ被害者の会、ここに誕生。来てくれたのがみんなでよかった。なんでてかた俺、ブルーベリー学園でもう一度、頑張ってみようと思った。ノッツォ。うん。ああ、バカンスも終わりか。それじゃあそろそろ私も学園に戻るとするわ。姉ちゃん、ありがとう。なんかよ、すぐりもぜひもみんな、会えてよかったよな。すぐり、最初俺、感じ悪くてごめんな。え、そうだっけ？そうは思ってなかったけど。全然いいわよ。私が許してあげる。おおおお。ゼイユも大概あれだよね。それについてはごめんな。はあ、なんですって？あんたたちどういう意味よ。終わりか。弱っちまったよ。ちょっと怖かったけどね。キビキビパニック。あ、ブルーベリー学園の部室に招待できる人が増えたって書いてある。これ多分あれだろうね。ネモとかじゃないのかな。いや、わかんない。俺やったことないからさ。え、これでマジで終わりですか？なんか他にこれやること、やれることある？あ、一応ブルーベリー、ちょっと待って、ブルーベリー学園。あ、待ってね。まあ、すぐりの部屋増えてる。やべえ、ちょっと行ってみよっか。あ、すぐり、ああ、やべえ、なんか、弱点とか書いてあるのか、俺。カルマレロに沢村貼ってあんの。面白いな。これは？戦略、なるほど。ああ、でも、だいぶ汚ねえな。あ、オーガポンのお面あるわ。さすが。薬も置いてあるな。薬漬けだな、これ。だって、薬すげえくね、これ、ここ。めちゃくちゃ努力値振っとるやん。あれ、ああ、ゼイ、あれゼイが来てる。
多分いなかったよね。こういう感じはすぐにもあるのかな。あ、あ、ネモとペパ呼べる、ネモ、ペパ、ボタン呼べるらしい。ほら、まあ、一個もやったことねえんだけどよ。ってことは、ネモ、ペパ、ボタンからポケモンもらえるのか。ネモなんだろう、パモかな。で、ペパは、オラチフ。ボタンはイーブイかな。イーブイだよな。ボタンは一番わかりやすいわ。さあ、ということで、ちょっとボックスで、モモワロスはどこにいるんだろう。モモワロス。モモワロスは、どこにいるんじゃの。検索でいける？検索。マミムメモマ。あ、モモワロス。あ、ここか。ちょっとこの、見てみようぜ。体力1だ。回復させたのか。出してみよう。この姿だと、なんだこれ、あのモルフォンでかくね？でけえな。これすげえでかくねえか。こんなでかかったっけ、もう。モルフォンって。ちょっと、シンクロしてみよっか。あ、おお。これ攻撃。これ攻撃。で、様子を伺うやつね。あ。なるほど。じゃあ寝てるの見て、見せてほしいな。ちっちゃいな。支配ポケモン。持ちがあればみんな仲間にできるんだ。怖いね。でも、これで終わりか。まあ、なんか、一匹ポケモンはあるだろうなと思ってたけど。いや、ま、でも、ストーリーでも面白かったな。もう少しなんか堪能しときたかったけど。こっちのモルフォンと向こうのモルフォンじゃ。遠近法か。向こうのが遠いから。小さく見えるだろう。なんか、あのモルフォンめっちゃでかくね。そればっかりに目いくけど、なんか、耳みたいになんか、垂れてて可愛いね、こいつ。起きて。かわいい。シンクロやめよっか。俺が支配せずにーな。ああ。ははは。88ってのもいい、面白いね。まあでも、猛毒の状態することがあるっては書いてあるな。でも、毒々打ってまえばもう毒グッズいけんのか。関係ねえわ。毒タイプが打つ毒ってのは、あれなんだっけ、当たるんだっけ。四天王戦はブルーベリーグで。はい、ということで、このモモワローっていうのが、まあ、追加されたポケモンなのかな、多分。今後もう番外編がないんだったら、これがもう最後の本当のポケモンになるんじゃないかなと、このポケモン SV ね。だと思いますけども。まさかあの置物がね、ほこりかぶってて、実際こんな感じの、ね、ポケモンだとは思わなかったね。まあ、あの桃が、こいつをこうさせたのかもしれないけど、そうなってくると、俺が悪いことしたよな。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。